来年用の年賀はがきの販売が今日から全国一斉に始まり、静岡市内の郵便局でも記念のイベントが開かれました。静岡市の静岡中央郵便局では販売を記念して式典が行われ、マリコ獅子保存会が獅子舞の演舞を披露しました。午前9時から年賀はがきの販売が始まると多くの客が訪れ、先着100人には来年の干支である蛇にちなんだ置物がプレゼントされました。今年は郵便料金の値上げに伴い1枚85円となっていて、寄付金付きは90円です。去年は書かなかったけどね今年は書こうかなと思ってます。毎年筆でね、毎年書いて、どうかな、今年はまだ元気にしてるかなとかね、そういうために出してます。年賀状の配達受付は12月15日からです。